皆さんどうもこんにちは、一人旅研究会です。長野県と群馬県の県境、群馬県側にある嬬恋村香沢温泉紅葉館に日帰り入浴をしにやってきました。事前情報ではこちらの温泉は濃厚な成分が楽しめるということで、ワクワクしてやってきました。脱衣場にたどり着きました。撮影許可をいただきましたので中も覗いてみましょう。ガラガラガラと扉を開けます。おお、ドボドボとお湯の流れる湯船、源泉かけ流しで温泉成分によって至る所が変色しています。これよこれ、温泉といえばこの雰囲気ですね。創業は明治2年と相当な歴史を誇っています。窓から入る光が湯船によって拡散し、とっても幻想的な雰囲気です。壁には何かの柄が彫られていました。何の絵ですかね。湯煙がちょっとすごすぎてよく分からなかったです壁からはね、このようにお湯とお水がドバドバと滝のように流れていますので、シャワーの代わりにもなります。ただ石鹸等はないので持参する必要があります。日帰り入浴は500円でした。お蕎麦とセット販売もありますので、お昼を食べながらこちらの至高の温泉を楽しむのもまた一つの楽しみ方だと思います。さて、とってばかりでは心温まっても体が温まらないので、そろそろ入浴することにしましょうか。なんか見てるだけでワクワクしちゃう湯船ですね。さあ入りましょう。かけ湯を十分にした後に肩までどっぷりと浸かります。よいしょっと。ああ最高だ。ああいいね。時間を忘れてしまうぜ。こんな感じで一人ゆっくり湯船に入ってちょっと上を眺めてみたいね。気ままに過ごすのが最高なんですよね。ああいい人生だ、幸せだ。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録いただけますととても嬉しいです。ではまた。